はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 A の2つの円の位置関係と共通接線丸1をお送りします。で、ここからね、タイトル変わります。で、タイトル通り2つの円についてやっていくんですが、今回は問題が8問と、ね、なっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって、ちょっとわかんないのがあれば、今からね、自分の方が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。それでは早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、上の5問ですね、ここなんですけど、これ実は教科書とか問題集とかで図でね、全然ポイントでなってるところなんですよ。で、今回ポイントにしようかと迷ったんですが、それだとね、ポイントだけで動画が1本終わってしまうのと、問題やった方がね、吸収しやすいかなっていうのもあったので、今回問題にしたんですけども、何かって、今それぞれの半径が R と R' の2つの円があるんです。で、 R の方が長いです、今はね。で、2つの円があって、中心があるじゃないですか、円と円に。その中心間の距離を D とするとき、この1から5、互いに外部にあるとか、外接するとか、この時に、その R、R'、D の関係があるんですけど、それを書いてほしいと。で、必ず載ってます。教科書とか問題集にあるやつなんですけど、まず、これ順番でやらずに、外接と内接でいきます。で、数学が得意な方、特に図形が得意な方は、全然順番で構わないんですけど、図形があんま得意ではない方に関しては、外接と内接をまずがっつり覚える。っていうのがいいです。それと間違いにくくなります。ではまずね、外接、どういう状態かっていうと、ちょっとね、今回5個分の図を書くので、ちょっとちっちゃくてごめんね。まあ、円がありますと。で、外接は外にくっつくなので、まあ、こういう感じ。これが外接ね。で、今、その、R、R'、D の関係をやりたいんですが、なんで外接と内接を先にやるか。これは分かりやすいんです、この2箇所。図を書いた時に。だって外接って外にくっつくからこう書けるじゃないですか。で、中心があって、ここ。ここね。で、まず、中心間の距離。これね、2つの距離が D なので、それはこの部分です。中心間。ここが D なの。で、半径がそれぞれ R と R' っていうのは、ここが R で、ちょっとちっちゃかったら、YouTube で、YouTube でや、パソコンで見てくださってる方は、全画面表示で見てみてください。ちょっと見にくいと思うので。これが半径 R と R' です。で、見てわかるように、R と R' を足したものが D と一致するじゃないですか。だから、関係が何って聞かれたら、2番。ちょっとこうね、ごちゃごちゃしちゃうんで、色分けますけど、ここに関しては、D イコール、ね、2点間の距離が R と R' を足したものですよって。これが答えになります。これが外接。で、ここまでだとさ、あ、簡単じゃねって感じはするんだよね、実はね。で、次、内接もいきます。で、内接っていうのは中でくっつく、内側でくっつくことなので、ちょっと大きく書こうか。円があります。その時に、まあ、こういう状態です。内側でくっつくんでね。で、ちょっとね、中心がおかしくなっちゃったけど、こうなってる。で、ここね、少し分かりにくくなるんですが、ご自身で、みんなでね、図を書いていただけるといいかなと思うんだけど、2点間の距離、ごめん、中心間の距離、ここが D です。ちょっと、こうしとこうか。ここが D、中心間だからね。で、ここちょっと頑張ってついてきてほしいんですけど、R、長い方ね、大きい方の円の半径だから、ちょっとずらそうか。ここが R なんです。で、R' って小さい方の円の半径なんで、ここで書きます。こっち。ここ R'。で、関係どうなるかっていうと、長い方の半径の R から、R' を引いたものが D になります。ここ。青、ここね。R、全部からこの R' を引いたのが D なんで。だから関係としては、D は、長い方ね。R から R' を引いたものですよ、と。これが関係になります。で、実はですね、この後、まあ、関係をね、全部書けっていう問題が定義数出るかわからないですけど、
この2箇所を押さえてしまうと、あとはここですぐ出てきます。暗記がしやすくなる、暗記をしたい場合はね。もちろん図を書いて納得したいって方はそれでもいいんですけど、実はちょっとこれ消しますけど、ちょっと見てもらっていいですか。今 R プラス R ダッシュっていうのと R マイナス R ダッシュっていうのが一つの区切りになるんです。これで、どういうことかっていうと、じゃあどっちからいこうかな。まあ引いてる方がもちろん小さいので、両方とも正だからね、今ね。ここが区切りです。で、ここにいる、ここのぴったりイコールでいるのが内接なんです。ここ書いておこうか、内接で、ここにいるのが外接でしょ、ぴったりになってるのが。で、それより右です、こっち側にいるのがここ外部なんです。外部で、ここにいるのが2点で交わるっていう、これも3番だね。で、こっち側にいるのがその含む方、一方が他方を含むってところになります。それ何が言いたいかっていうと、こっち側外部、最初ね、1番互いの外部にあるってやつなんで、 R プラス R ダッシュより大きい時なんです。 D がね、全部 D がだよ。つまり答えが先書いちゃいますね、これね。ちょっと説明は後でします。これに関しては D がこいつより大きい時なんで、大なり R プラス R ダッシュ、これが外部にあるときで、2点で交わる、ここに関してはこれとこれの間に D があるときなんで、 R マイナス R ダッシュと R プラス R ダッシュの間に D がいるときなんです。これが2点で交わる。で、最後含むっていうのは R マイナス R ダッシュよりこっち小さいときなんで、D が R マイナス R ダッシュより小さいときと。これが一応答えになります、今回。関係に関しては。いいかな。なので、自分はですよ、覚えるときによくやってたのは、その外接と内接。ここはきっちり覚えてほしい。図を書いたらわかるんで、ここに関しては。で、そしたら、あとはそっち側から外部、2点含むと。で、そうやって場合分けとかね、こう分けることができますよって。一つの暗記の方法としてね、これは。で、ちょっと全部図を書いてしまうとね、長くなりすぎちゃうんですが、ちょっとざっくりね、簡単にやっていくと、例えば、よいしょ。この、互いに外部にあるってどういう時かっていうと、外部っていうのは、一つの円があります。外部なんで、外にあるっていう、こういう感じ。これが互いに外部にあるです。で、一応この関係が本当成り立つか確かめると、こう中心があるでしょ。で、D っていうのは中心間なんで、当然ここが D になります。で、もう見てわかるように、半径だからここが R。ここが R ダッシュ。どう考えても足しても D の方が長いよね。だって広いんだからさ。そう。だから、こういう関係。R たす R ダッシュよりも D の方が大きくなりますよって。で、2点で交わるっていうのは、これね、関係式とね、出すの、見てわかるでしょみたいになっちゃうんで、ちょっとざっくり言っちゃいますけど、こうなってて、こうなってる感じです。これが2点で、ね、2箇所で交わってるから、2点で交わる。で、最後、一方が他方を含むっていうのは、1個円があります。含むなんで、あ、入っちゃいましたよっていう。これちょっと曲がっちゃった。これね。入っちゃいましたよっていう。これが一方が他方を含むっていう状態です。なので、まあ、状態と一緒にも D の関係も見てもらえたらと思うんですが、ちょっとこう、はしょってごめんね。そう、こんな感じ。で、上に関して、今回問題にはしてないんですが、下にもあるように、それぞれの共通接線の数を覚えてもらえるとちょっとありがたいです。セットでね。で、どう覚えるかっていうか、数を書いていくと、これ色を変えたいんで、黒でいっか。共通接線なんで、ちょっと数だけいっちゃおうか。これ、4本、3本、これ分かりやすいんだよね。2本、1本、0本です。で、どこが分かりやすいかな？多分ね、これが分かりやすいかな。ここから行こう。2点で交わる、真ん中ですね。で、共通接線何かっていうと、2つに、まあ、共通してる接線のことなので、どこかって、ここね、
両方に接するから、こいつと、よいしょ、こいつです。両方に接してるでしょ。で、この2本しかないから、だから2本なんです。2点で交わるとき。ちょっと下行きますね。内接する。ここ。どこかっていうと、ここで接線ができるんで、こうですね。この1本。で、あいつは中に入っちゃってるから、どうやっても接線できないんですよ。だからあっちは0本。で、4本。いきます。こっち行くから先ね。4本。どこかっていうと、この部分と、この部分。で、ちょっとあえて色変えますね、次。で、あとどこかって、これね、クロスがいけるんですよ。こういう感じで。こいつと、こいつですね。この4本になります。で、最後、外接。こいつだね。こいつも、ごめん。1本、2本。そして、若干忘れがちなんですけど、ここね。この3本。これが共通接線です。で、基本的に共通接線で覚えてもらっていいんですけど、共通内接線と共通外接線っていうのがあります。一応漢字で書いておこうかな。そうね、内と外っていう漢字なんだけど、例えば、どこがいいかな。赤のやつ。これが、共通外接線です。ちょっとこれね、すんごい汚い字書いてるけど、共通外の方。で、青の方が、共通内接線。で、正直ね、俺自分が現役でこれやった覚えがないんですよ。俺が忘れてるだけかもしれないんですけど。で、一番参考書に載ってるのもあるので、で、どう違うかっていうと、共通外接線の方は、接線があるじゃないですか。あるじゃないですか。円が同じ側にあるんです、全部。つまり、ここにあったら、こっち側、両方とも同じ側に円があるでしょ。でも、共通内接線ってのは逆にあって、ここにあったら、左側、こっち側とこっち側に円がくっついてるから、逆側にあるんだよね。これもそう。クロスで引いた時に、右側と左側にあるから、それ共通内接線って言います。いいかな。まあ、これは頭の片隅程度で大丈夫です。で、ちょっと長くなりましたが、下行きましょう。で、半径が12と5の2つの円があると。で、その中心間の距離がこれの時に位置関係、どれですか？で、共通接線の数どれですか？まあ、上を使えば解ける感じの問題です。で、あんまりこれ図が書けないんですけど、まあ、図書かなくてもこの数で考えればいいか。今、半径、これ12と5、これが R と R' です。で、これが、2点間の、中心間の距離なんで D だと思ってください。つまり、今、R と R' 足すと17だよね。つまり、これは、こう書いた方がいいね。17イコール12足す5。これが成り立つ。つまり、D イコール R プラス R' が成り立ってます。なので、どれかっていうと外接だよね。なので、答えは、外接する。そして、共通接線の数は、3本と。こうなります。まあ、思い出すとき図を書いてもらって大丈夫だからね、これに関しては。で、次は6です。で、6は、D の方がちっちゃいんだよね、明らかに。ちっちゃいんで、ちっちゃいとき大事なのが、足したものよりちっちゃい。っていうのはわかるね。12足す5で17よりちっちゃいから、あ、足したものよりちっちゃいじゃんって思うんですけど、もう一個、引いたものよりもちっちゃいかを確認します。そうすると場所が変わっちゃうんでね。で、今、12-5 が7なんだよ。引いたものよりちっちゃくなってるので、つまりこれね、6は、12-5。これが成り立つ。だから、やっちまったぜ。色をね、交互にしようと思ったら、赤で書いちゃった。ちょっと待って。6が12-5より小さい。小さいって。だから D イコール R マイナス R ダッシュ。これが成り立つので一番最後。一方が他方を含む。で、共通接線はこれは0本。と、こうなります。
で、ラスト、11ですね。で、11は、12足す5、足したもの、17よりちっちゃいです。ちっちゃいんですけど、引いた7よりは大きくなってるので、だから、どの関係かっていうと、答えは3番なんだよね。で、どう考えるか。ちょっとこれ入り、しまったら右側が少なかった。ここでいこうか。12-5 より、11は大きいですと。けれど、足したものよりは小さくなってる。これが成り立ってる。ちょっと書かないですけど、これね。R-R' より大きいけど、足したものよりちっちゃい。だから、2点で、交わる。で、共通接線は、よいしょ、2本ですよ、と。こういった感じになります。まあ、ちょっとごちゃごちゃしちゃいましたし、最初にもね、話しましたけど、教科書とか問題集必ず載ってます。このね、ポイントのところ。なんですが、まあ、特に図形が苦手な方に関しては、この外接内接、ここをまずきっちり押さえる。自分で図も書いて、ね、図も書いて、ああ、なるほど、こうなるよね、みたいな。特にこっち。結構ね、忘れがちなんだよね。で、押さえたら、さっきみたいな感じで、あ、それより右側はこれで、間がこれで、左がこれなんだな、みたいな感じで思い出すね。きっかけの一つになってもらえたら嬉しいです。では、今回は高校数学数 A の2つの円の位置関係と共通接線丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回丸2でちょっとね、このシリーズ続きますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。